すいません、皆さんこんにちは、小学5年生の算数と国語をやっていきたいと思います。今回は小数の場合の最初の部分なんで、やり方が一回分かればですね、全部同じやり方でやっちゃいますので、ぜひぜひですね、このやり方一つ押さえてください。お父さんの体重はさくらさんの体重の何倍ですかっていう問題なんですが、ここさくらさんの体重の何倍ですかというところが注目になります。これホニャララの何倍ですかっていうのが元に、する量と言われていまして、この元にする量で割るんです。これでやってくれます。元にする量で割るということですね。これをですね徹底してください。これが分かれば後のやり方は全部同じ形になります。で、しかも割り算だよって分かっている上で、これ元にする量で割るっていうことは、お父さんの体重をさくらさんの体重で割ってもらうわけ。つまり問題文に書いてある順番通りで割り算作ってくださいよってことなんですよ。そうするともうすごく分かりやすいですね。85÷34 という形で、このままもう書いてある通りの順番で割り算作っていただければ、あとは計算頑張ってやっていただければもう OK ということですね。というわけでこちらが 2.5 が出ますので、小数点やはり皆さん出てきます。この小数点の計算はくれぐれも気をつけてください。 2.5 倍です。ですので丸2番に関しましてはその逆ですよね。さくらさんの体重割るお父さんの体重ってことなんで、34÷85 という、こういう計算をしてもらうというわけですね。そうすると 0.4 ですから答えは 0.4 倍。こんな形にやってもらうといいでしょう。さあ続けて括弧2番の問題いきましょう。電柱の高さが 8.8m、 木が 6.4m で、ひろとさんの身長が 1.6m です。で、電柱の高さはひろとさんの身長の何倍ですかということなんで、もうこのままです。電柱とひろとさんのこの順番で電柱割れてひろとさんでしていただくわけですね。 8.8÷1.6 という形になります。そうすると 8.8÷1.6 になりますので、まず小数点移動しますよね。そうすると 8÷1 を計算するつもりでこうやってもらうわけなんですが、当然8でやっちゃうと、超えちゃいます。で、7と6も実は超えちゃいまして、5でやってもらうんですね。5630で5155で308で、また伸ばして0つけてですね、80、今5やったんで5で出ますよね。で、小数点は移動したところを打ち上げしてもらいますんで、答えは 5.5 と出ますから、答えは、5.5 倍と書いてもらうといいでしょう。なんで同じやり方でヒロトさんの身長が 1.6 で、それで木の高さが 6.4 だから 1.6÷6.4 で計算してもらうといいでしょう。そうすると 1.6÷6.4 なんで、まず小数点移動しますよね。 16÷64 できませんので、もう0点スタートになりますね。で、こちらの 16÷6 をやってもらうつもりでやると、まあ2がいいかな、違う、2÷6.12ですね。6318になっちゃうからね。そうすると5で10から8引いていきますね。で、5から3ですね。で、また0と引いてもらいます。6530ですね。5420で5630ですね。来ました。0.25ということになりますので、0.25 倍と出してみてください。はい、というわけでこんな形でやってもらうといいので、ぶっちゃけ言うともう問題書いてある通りの順番で割り算してもらえばいいんだよっていうのが小数の場合なんで、すごくやりやすいと思います。あとはちゃんと小数の計算に気をつけていただきたいというところですね。はい、ではですね、この後国語に参りたいと思います。では一度画面変わりますね。はい、1時です。はい、では国語をやっていきたいと思いますね。今回知りたいことを決めて話を聞こうという内容になってます。第3話の内容なんですけど、山田さんは坂本さんに話を聞きました。この会話員で後の問いに答えましょうとあります。まず山田さん、坂本さんにどのようなテーマに基づいて質問していますかということなんですが、山田さんの一番最初のセリフに注目してください。5年生になって何か頑張っていることはありますかと質問してますよね。これですよ、まさに聞いてることは。ですので、5年生になって、まあ一つの例なんですけれども、5年生になってね、頑張っていることっていうのが一つ挙げられるといいでしょう。5年生になって頑張っていることですね。で、左の図は山田さんの聞き取りメモになるんですけれども、実際にやっていることとしては、毎朝犬の散歩なんていうのをやってるわけですよ。頑張ってるわけですね。で、何々だったことと何々だったことって2つのことをですね、ちょっと確認してるんですが、これ文章中からの書き抜きなんですけど、丸1番は大変だったこと、
2番は失敗したことですね。でこのことについて結構尋ねるといいですね。やっぱりですね、まあ、普通の内容に関しましては、普通の内容というか常日頃の日常的な内容とすると、まあ、話の中でも当然出てきますけれども、やっぱり内容として掘り下げていくときっていうのはどちらかというと、印象に残るのって人間こっちの方ですよね。大変だったり失敗しちゃったり、あこうしとけばよかった、ああしとけばよかったっていう、そういう思いっていうのは結構残りやすいものなん でやっぱりそういったところを尋ねてみて、実際にどうだったですかっていうのを質問すると結構話の内容は掘り下げていきますよね。で大変だったこととしましては、雨の日の散歩の後に学校に行く資格が大変になっちゃうわけですね。まあ川の服を着替えたりなんだりっていうのがありますよね。なんでそれによって大変なんで、前日に準備をするということをですね、決めました。前日に準備をするですね。でさらには、失敗したこととして、ちょっと前日準備するようになったんで余裕が持てるだったら今度ゆっくり進みちゃったんですよね。で登校時刻をですね過ぎてしまったんでですね、それによってはタイマーをセットするっていうことで、この坂本さんは備えあれば憂いなしっていう言葉を学んでるわけですね。で上の会話の中で山田さんどのようなことを知りたいと考えていますかということなんですが、はい、やはり先ほど言った通りですね、失敗とか大変だったことっていうのを結構掘り下げていくと話が広がりますんで、こちら山田さんっていうのは失敗から坂本さんがどのように問題解決したのかっていう内容について詳しく聞いてますね。この絵の内容が入ってもらうでしょう。はい、というわけで今回ここまでとなりますね。また皆さん次回ね、よろしくお願いいたします。よく確認してみてください。それではまた次回。じゃあね。